はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校3年生の数学の、因数分解のところですね、こちらになりますね、x 2乗の係数が、ね、1でない、そういう式の因数分解ね、こちらの問題を、全部でですね、ちょっと5問用意してます。で、ちょっとね、1回自分で解いてみて、そしてね、解答解説を聞きたいという人はね、ここで動画を止めて、でね、続きの方を見ていってください。はい、ではですね、続き解説の方を、やっていきます。はい、ではですね、回答解説の方を始めていきます。で、まず1番ですね、2x 2乗プラス 10x-48、ね、でこれですね、2と10と48って、なんていうかな、同じ数の、ね、倍数になってると。これ2と10と48って偶数っていうことは全部2の倍数ですよね。ということは、これは、2×x の2乗、これだと 2×5x、これだと48は 2×24 とね、そういうふうになってるよと。そのことに気づけると、まずですね、これ全部ね、2は欠けてあるので2をこう先頭に持ってくるよと。で、そうしてあげるとね、このね、2を括弧の外に出したら、ここに x2 乗と持ってくるね。そしたらこれ括弧を外すときに2かけたら元の 2x2 乗に戻りますよね。で、同じように考えると、今度は2かける、ここしたら、こう 10x になるようにすればいいから、ここは 5x ですよね。かけたら10に戻る。10x に戻ると。で、これも2かける何かしてマイナス48になるってことは、ここが、マイナス24とね。こういうふうにしてあげると、これですね、全部2かけたら、それぞれにね、元の式に戻るよと。で、こういうのはね、この、全部に、かけてある同じ数のことを、ちょっとね、難しい言い方で、ですね、共通因数と言いますよと。で、ね、共通因数があるときは、ね、その数を、この場合だったら全部に同じ2がかけてあるので、2を出して、そしてね、その2をかけてない状態のものをね、この括弧の中に入れてあげて、こう計算を進めることができるよ。で、そしたらここからね、どうするかというと、これ、足して、5になって、かけて24になるっていうのは、8と3だったらできますね。8とマイナス3だったら、足したら5で、かけたらマイナス24になるので、でもう一回さらに、因数分解して、そうですね、足したら、5になって、かけたらマイナス20になるよと。こんな感じでね、まずこの3つの項にね、かけてある、同じ数がかけてある共通因数がある場合は、一旦この共通因数を括弧の外に出してあげるね。そして、今、残った、この括弧の中ですね。括弧の中で、もう一回ね、因数分解してある。こういうふうに、2段階で、因数分解するよ、というのが、1番の答えになります。で、ちょっとね、2番見てもらうと、1番はね、この2、10、48ってね、みんな共通因数ね、2がかけられてるよってことだったんですけど、括弧の2だと、4と20は、両方ともね、4もしくは2ってなりますよね。で、20と25も5の倍数だけど、4と20と25全部に共通の数かけてあるかっていうと、ないですよね。4にもかけてあって、20にもかけてあって、25にもかけてある数っていうのはないですよってことで、これはですね、この1番と違って、この共通因数がないですよと。ね。じゃあないなら、こうやってね、なんか共通因数を外に出して、そして、この括弧の中でもう1段階因数分解するよっていうふうにはできないよと。じゃあこれどうすればいいかなって考えたときに、ここに注目します。4x っていうのは、こう 2x を2乗してるね。25は5を2乗してるとね。で、さらにこの真ん中に来てるのが、この 2x と5をかけたら、こっちとこっちのね、1個ずつかけたら 10x ですよね。それを2倍した 10x×2 した 20x がここに来てるぞとね。これは何だったかというと、これですね、
例えば、何がいいかな、 x2 乗プラス 6x プラス9、 ね、こういうやつっていうのをこうやって x プラス3の2乗という形でね、因数分解することができました。このここを2乗したのがここに来てね、で数字の3を2乗したのがここに来て、でこの x と3をかけた 3x を2倍したのが真ん中に来るよとね、この形と一緒ですよとね、この 2x を2乗している、5を2乗している、ね、でこの 2x と5をかけた 10x を2倍したのが真ん中に来る、これもそうですね。この x を2乗している、ね、3を2乗しているね、でこの3と x の 3x を2倍した 6x が真ん中に来てるね。だからこの形とこの形がですね一緒ですよということに気づくと、これはよいしょ、こう 2x プラス5をこうね、2乗した形だなっていうのにね気づくことができます。2x を2乗したら 4x2 乗、5を2乗したら25、ね、で 2x と5をかけた 10x、 10x を2倍した 20x が真ん中に来てるよっていうことなんでね、この、 因数分解と同じ形、ただねちょっと分かりにくいのはこの x の2乗の係数にもね、こういうふうに係数がね1じゃない数がねこういうふうに来てるのでちょっと分かりにくくなってるよという感じですね。そして次が3番ですね。今度は、マイナス x2 乗プラス 8x マイナス12と、これ何がね、めんどくさいかというと、これ見て何がめんどくさいかというと、ここはこの x の2乗の係数にこうマイナス、ね、つまりマイナス1がね、x2 乗の係数なのがめんどくさいですよと。でなのでね、マイナスがあるとめんどくさいので、これマイナスがね、ないようにしたいよと。じゃあどうすればいいかというと、このね1番の時に共通因数をこれだったらね x の2乗に2がかけてあったからね、でこっちとこっちにもね2がかけてあるよってことで2をね先頭に出しましたと。でこれとちょっと同じ感じで x 2乗の係数がねマイナス1だとちょっとやりにくいので、このマイナス1ですね、マイナスを括弧の外に出してこういう形にしてあげるね。でそうするととこれがこの 8x とマイナス12がねどういう風になっていくかと、このマイナス1を先頭に出して括弧くくったらここの中どうなるかというと、要はここにこう 8x があって、これマイナスってことはマイナス1だから、マイナス1にねここをかけたらプラス 8x になるといいよとね、元に戻したいときにこの括弧の外にあるこのマイナスですね、マイナス1に 8x、 ここの符号がまだ分かんないけど、ここにこれかけたらマイナス1にこれかけたらプラス 8x になるためには、ここの符号はプラスマイナスで言うとマイナスだとですね、マイナスかけマイナスでプラスになるからね。で同じようにじゃあ次ここのこの12ですね、12にもまた同じようにこうね、括弧の外にあるこのマイナス1が、もしね、括弧外すときにはかけて、ここに戻る。つまり、マイナス1をかけて、ここの12のプラスかマイナスかのどっちかにかけて、マイナス12になるためには、ここが、プラスだといいですよね。マイナス1かけるプラス12で、マイナス12っていうふうになりますよ、という形で、こんな感じでね、これもちょっと無理くりですね。x2 乗にね、マイナスがついてると嫌だから、マイナス1をね、見れるここと同じように、マイナス1を共通因数と考えましたよ、とね。で、そうすると、ね、このね、マイナス1をこいつとこいつにかけて、プラス 8x とマイナス12を出すためにね、8x の場合はマイナスだったらマイナスかけマイナスでプラスになるよ、とね。12の場合はプラスだったらマイナスかけプラスでマイナスになるよと、こういうふうにしてあげると。でそしていつかこの状態にしたら、またねこの問題と同じように、このマイナスの、ね、中にこうやって x 2乗マイナス 8x プラス12と作ってあげたら、
ここがね、もう一回こう因数分解できる形になってますよと。かけて10に足してマイナス8になるには、マイナス6とマイナス2だったらね、足してマイナス8かけてプラス10になりますよということで、このマイナス切って x-6、 これ x-2 とね、足したらマイナス8かけたらプラス10になっているとね。でこのね、マイナス1出してるこのマイナスをそのまま忘れずにこっちにも書いてくださいとね。まあ、だから、手順としてはね、この1番でやったこの共通因数として出して2段階でやるやつと同じなんですけどね、まあ、これちょっとね、無理やり辻褄合わせるためにね、この x の2乗にね、ただマイナスがついてるときはね、このマイナス1を共通因数として出してね、元のこの式に戻るようにそれぞれの項のね、符号を辻褄合わせて、そしてこのね、状態からもう1段階因数分解するよというふうにして解きますと。いいですかね。で、ですね、あと残り2問ですね。ちょっと残り2問が難しいんですけど、こちらですね。マイナス 2x 乗プラス 24x マイナス70とね。これはですね、まあちょっと、この1番と3番がね、ちょっと合体したような問題になってます。ちょっとね、このマイナスが一つ邪魔ですよね。で、あと2と24と70っていうのは、みんな、2が掛けてありますよね。共通因数が2なので。なので、この問題と同じように、括弧の外に2を出して、そしてね、残りをね、この括弧の中に入れるよっていうのができるんですけど、ただね、2だけ出すと、このね、マイナスが、x2 乗の前のマイナスが残っちゃうので、ただね、2を出すだけじゃなくて、この、マイナス2をね、共通因数として出してみます。すると、だからね、マイナス 2×x2 乗でマイナス 2x2 乗になりますよと。じゃあ次、ここですね。マイナス2に何かかけて24になるためには、ここにはマイナス12が来ればいいね。マイナス12が来たら、マイナス 2×-12 で、このプラス 24x の部分が作れるよとね。で、同じように、マイナス2に何をかけたらマイナス70になるかというと、プラス 2×35 が70だから、こういうふうにするとね、マイナス 2×+35 でマイナス70ってね、元の形に戻りますよね。だからね、ここはもしマイナスじゃなかったら、こういうふうにね、2だけ共通因数で括弧の外に出せばいいんですけど、このx の2乗にね、マイナスがついてると、ここでもやったようにね、ちょっとなんかやりにくくなるので、マイナスもセットで、マイナス2を共通因数として出してあげるよ、ね。だとこっちとこっちはね、それぞれ2に何をかけて元に戻るかっていうだけじゃなくて、この符号も含めてね、マイナス2にマイナス12かけたら、プラス20になるとね、マイナス2にプラス35かけたら、マイナス70になるっていうふうにね、符号と数字とね、ちょっと両方考えて、ここの係数と数字のところを考えてあげる。で、そうすると、まあ、この問題とかこの問題とかと同じように、この括弧の中でもう一回因数分解ができると。これだったら、かけて35、足してマイナス12になるのは、マイナス7とマイナス5なので、マイナス2、x マイナス7、x マイナス5とね、まあ、これが答えになりますよ、とね。これが、4番の答えになります。で、最後の問題もね、x の2乗の係数に、こうね、マイナスがついてるよっていうことで、これはですね、最後の問題は、この2番と3番がね、融合した問題というふうに考えてください。で、今度は4番と違って、9と12と4で、9と12はね、3が共通因数で、12と4だったら2とか4は共通因数なんですけど、9と12と4のね、共通因数はありませんよってね、ありませんよっていうので、で、まあ中学レベルでね、因数分解するためには、まあ、これですね、この形かなというふうに考えられると。で、でもね、さっきのここと同じで、この形で持っていきたいけど、まずね、この x の2乗にマイナスがついてるとやりにくいので、この3番でやった時と同じように、まずちょっとね、マイナスだけこの括弧の外に出してみます。
マイナスと。だからこう、9x2 乗とね。で、まあ、とりあえずね、マイナス1だけね、出してるので、このプラス 12x になるためには、ここが、マイナス 12x だったらマイナスかけ、マイナス 12x でプラス12になるよと。こっちも、マイナスに何かかけてマイナス4になるためには、ここが、プラス4だといいよということで、まあ、とりあえずね、ここをこうしたみたいに、マイナスね、マイナス1を外に出して、で、このね、括弧の中に、符号をちょっとね、辻褄が合うように整えていく。んで、この形にしてあげると、これはですね、何と一緒になるかというと、今度は、こういうパターンですね。x2 乗マイナス 10x プラス25は、x マイナス5の2乗になりますよってね。今度はここがね、さっきこれプラスのやつでやったけど、ここがマイナスの時ですね。x の2乗がここに来て、ね、5の2乗がここに来て、x とマイナス5をかけた、マイナス 5x。それを2倍したのが、マイナス 10x として真ん中に来るね。この形と、これね、一緒になります。x の2乗がここ、ね、5の2乗がここ。x とマイナス5をかけたマイナス 5x を2倍したマイナス 10x がここね。これも同じように見てみると、9x っていうのは 3x を2乗した形ね。4は2を2乗した形ね。で、この真ん中のマイナス 12x は、まあ、3x にマイナス2をかけて、それをね、2倍したのが、3x かけるマイナス2でマイナス 6x かける2でマイナス 12x という形になっているので、まあね、ここと同じ形になってますよということなんで、ですね、これをさらに因数分解すると、こうマイナスがそのまま来て、そしてこのね、9x2 乗は 3x を2乗しているので、3x とね。で、これね、ここマイナスが来てるということは、5マイナスなので、こうマイナスが来るよとね。で、この2の2乗がここに来てるから、2と。こういうふうにするのが、答えになりますよと。ですね。まあ、3x を2乗したら 9x2 乗。2ですね。もしくはマイナス2を2乗したら4、ね、で 3x とマイナス2にかけてマイナス 6x、 それを2倍したマイナス 12x が真ん中に来るよという形になります。はい、まあ、一応ですね、計算の解説は以上になります。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。竹の子塾では、まあ、こういうね、解説動画の他にも社会とか理科のね、語呂合わせ動画などもやってますので、リクエストある方はね、下のコメント欄の方にリクエストお願いします。あと、まあ、竹の子塾は、Twitter、Instagram ね、ホームページなどをやってますので、よかったらそちらの方もご覧ください。リンクは概要欄に貼っておきます。では、終わります。どうも、ありがとうございました。